豊かな自然と独特の文化を誇る長崎県。その風土から様々な工芸品やグルメが生まれてきました。九州沖縄には全国的に評価されている名産品、特産品がたくさんあります。 Amazon 日本ストアを通して九州沖縄の素晴らしい商品を応援させていただけることを大変嬉しく思います。 Amazon 日本ストアには地域に根ざした生産者が作る伝統、技術、アイデアが詰まっています。その中から県内の名品をご紹介する、それがヒント地元応援団です。生産者が思いを込めて作った日本の名品に光を当てているアマゾン日本ストア。ヒントでは月に1回そんなアマゾン日本ストアに掲載されている商品の中から九州沖縄の名産品を県内のものを中心にご紹介しています。今回ご紹介するのは長崎明治屋ハムの長崎ケーゼ。どんな思いが込められた商品なのかご覧ください。ハムにソーセージ、そしてウインナー。長崎市上町に可愛らしいお店を構える長崎明治屋ハムです。お邪魔します。香川社長、いらっしゃいませ。もう店内明治屋ハムブランドずらりと並んでますね。はい、どうぞゆっくりご覧ください。明治屋ハムは歴史が深いですよね。はい、大正10年から今年で101年目になります。最初はお肉だけの取り扱いだったんですけど、もう昭和の初めの方からオリジナルのソーセージ作りを始めたので、明治屋のオリジナルのそういったこう味付けが長崎の方に愛されたのかなと思っております。その100年以上も変わらないこだわりがあるんですよね。そうですね、こだわりというか変えないのがこだわりなんですけども、手間暇かけて時間かけて作るっていうのは昔から変わってないですね。その長崎明治屋ハムのこだわりが詰まった商品が長崎ケーゼです。ケーゼとはソーセージの生地を器に入れオーブンで焼き上げるドイツ料理。この商品には長崎の土地と歴史に対する愛情が込められています。この商品を作られたきっかけっていうのは。そうですね、原料に長崎県産の豚肉を使用している。どうせその長崎の豚肉、そして製造元も長崎なんで、なんか入れ物、器もなんかそういった長崎さんがないかと思って、うん、長崎の出島でですね、江戸時代に、はい、ソーセージが入ってきたんですけど、今度出島からハサミ焼きの瓶に、はい、お醤油とか油を入れて西洋の方に輸出されてたんです、はい、そのハサミ焼きとなんかコラボしたいなと思って、このオリジナルの器をハサミの鎌本さんにお願いして作っていただいて、できたのが長崎ケーゼですね。もちろんこだわりは器だけでなく中身のソーセージにも。まず材料は長崎県産の豚腕肉です。これはもも肉、これが赤身が多い方の肉です。ちょうどバランスが半々ぐらいがちょうどいい。豚肉9に対して1の割合で牛肉を入れます。牛肉は他のソーセージではあまり使わないそうですが、ケーゼは高温で焼いて仕上げる製品なんで、焼くと香ばしさが出るように牛肉を隠し味で入れてます。豚よりも牛の方が焼いた時の香ばしさがあるんでですね。この材料を高速カッターにかけます。ここにドイツでブレンドしたスパイス、砂糖などの調味料、肉の温度を調節するための氷を入れて、さらに細かくしていきます。この工程で最も大事なのが肉の乳化。卵白やでんぷんなどのつなぎになる材料は使わず、素手で粘り具合や温度を確認しながら理想の状態を作っていきます。もうやっぱり食感ですね、こう粘り具合をやっぱ確認するにはやっぱ素手が一番分かりやすいんで、あと温度ですね、肉自体の結着が一番強くなる温度帯、肉自体の繊維がこう
絡みやすい温度帯が10度から15度ぐらい。熟練の技が作り出すこの粘りが、ソーセージ独特のあのプリッとした弾力を生み出します。ここからさらに、粗挽き肉の食感を残すための追加の豚肉とピスタチオを加え、長崎ケーゼの生地が完成。これをあのオリジナルのハサミ焼きの器にたっぷり入れていきます。オーブンも本場ドイツ製、120度で50分。焼き上がったばかりのケーゼは表面がぷっくり、香ばしい仕上がりです。長崎ケーゼは本場ドイツで3年に1度開かれる業界最大規模の国際コンテストで、満点の品にしか与えられない金賞を受賞しています。おいしい、おいしいですね。ありがとうございます。すっごくお肉がきめ細やかで、もうその分ダイレクトに旨味を感じます。はい、ありがとうございます。これも切っただけなんですけどね、またこれをもう一回あのフライパンで温め直すと、また甘みが出て美味しくなると思います。お酒ももちろん進むでしょうね。もう、まあ、ワインとかビールにはぴったりだと思います。これはぜひもう、ね、県内全国の皆さんに食べてもらいたいですね。ですね、よろしくお願いいたします。もうあの職人さんの手で粘りの具合とか温度とかを見極めての誕生だったんですね。長年長崎の皆さん、そして全国の皆さんに愛されている理由が、ね、詰まってましたね。さあこちらの長崎ケーゼ、私はそのままの状態でいただいたんですが、焼くとまた甘みが出て美味しいということで、今日は少し炙ったものを豊崎さん、岸さんに用意しています、はい、どうぞ。焼き目がついてますね、いただきます。いいですよね、うん、表面本当パリッとしてて、はい、弾力がしっかりあって、あ、ピスタチオがやっぱり効いてますね。パンチがね、になってます、香りがいいですね。本当に。おいしい。もうその表情で伝わってきます。いくらでも食べられそうです、この美味しさは。うん、挟んだり、ね、もう本当におかずにもなりますし、食卓が華やぎますよね。そして器も可愛いので、贈り物にもぴったりです。確かに。はい。今回ご紹介した長崎ケーゼ、Amazon 日本ストアから購入することができます。ピント地元応援団のホームページからもアクセスできますよ。 Amazon 日本ストアでは他にも九州沖縄の一品が紹介されていて、日本各地の名産品、特産品も応援しています。ぜひ皆さんチェックしてみてください。以上、ピント地元応援団でした。